よし、行くぞ。銃は下げておいた方がいい。そうだな。手を上げろ。撃つな、職員だ。ID カードを。無事だったか。手荒な真似をしてすまない。いえいえ、構いませんよ。規則でしょうから。それより、状況は一体何か。正確な情報はまだつかめていない。ただ、収容違反が発生してるのは間違いない。それも、撃つんだ。原因はおそらく、停電だろう。でも、普通停電したら自動化されたプロトコルが。ああ、そうだ。つまり、あまり大きい声では言えないが。人為的なものである可能性が高い。そうですか。でも、とりあえずはここで待機していれば支援が。それが、マニュアルだと MTF タウフォをよこせるんだが。来れない、のですか？いや違う。連絡がつかないのだ。なぜですか？わからない。SCP の影響か、はたまた人為的なものか。そうですか。他に何か、あるのですか？この状況を切り抜ける。とりあえず連絡し続ける。その間に別の作戦を協議する予定だ。すまないが、それまではここで待機していてくれ。わかりました。すまない。いえいえ、大丈夫ですよ。非常事態だから仕方ない。ところで、管理官は？不明だ。私も聞こうと思っていたところだ。そうでしたか。無事だといいですが。そうだな。では、これで。無事で何よりだ。ええ、そちらこそ。君が電気を復旧してくれたんだろ？エヴァンから聞いたよ。ええ、たまたま近くにいたもので。お前が復旧してくれなかったら、あのまま自室での垂れ死んでたぜ。はは、笑えないな。ああ、とにかく助かったよ。ありがとう。ああ、それはよかった。じゃ。あの人は、今朝の。何か用か？ああ、いや、前にどこかでお会いしました。知らねえよ、俺に聞くんじゃねえ。いや、そうですよね、失礼。言いたいことは、それだけか。ああ、いや、すみません。あれ、なぜ D クラスに敬語？シルボ博士、ご無事で何よりです。ああ。君も無事だったか。あの、お聞きしたいのですが、会議の時、ダリア管理官も一緒ではなかったのですか？ここに見当たらないので。ああ、心配だな。残念だが、彼女は会議に参加しなかった。欠席だった。そうでしたか、わかりました。力になれず、すまない。いえ、大丈夫です。何？何か言う？ああ、もう一体何が起こってるの？話しかけない方が良さそうだ。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのよ、もう。とりあえず、一旦一息つこう。休憩を取るとしよう。次、いつ休憩が取れるかわからないからな。よし、集まってくれ。今後の作戦を決める。外部に連絡を行っているが、一向に繋がらない。これが SCP の影響か。機械の故障なのかはわからないが、そこで、最下層にある今は使われなくなった司令部に向かう。そこで他のサイトに非常事態だということを伝えられるはずだ。その手段も、何らかの可能性で使えないということは？それはない。とは言えないな。しかし我々に他の手段はもう残されていない。祈るしかない、ってことか。残念だが、そうだ。話を戻すと、その司令部に入るには、レベル4のカードキーが必要なんだが。あいにく、ここにクリアランス4の職員はいませんね。ああ、そこで取り得る手段は2つ。1つは、サイト管理官を探すこと。彼女なら、レベル4のカードキーを持ってるはず。そして2つ目は、914を用いてレベル4のカードキーを作る。でも、それって。ああ、本来は許されることではない。だが、今は非常事態だ。これはあくまでダリア管理官が見つからなかった時の、バックアップ、として考えている。ダリア管理官がどこにいるか、見当はついてるんですか？監視カメラの映像とか。ああ、
そのことについて話そうと思ってたんだが、まず、ダリア管理官が写っているものはなかった。ただ、他に有益な情報を発見した。これを見てほしい。映像を出してくれ。了解。これは？収容違反が発生した時間、ダリア管理官は収容棟に入った記録がないんだ。つまり、管理官は宿舎棟にいると思われる。これは、ここから宿舎棟までの監視カメラ映像だ。これで見る限り、目立った脅威は、こいつ、173、と、君が報告した939だな。なるほど、武装していればまだ安全ですね。それで、914までのルートはどうなんですか？ああ、それなんだが、確認していない。確認していない？ああ、914までの通り道の隣には、096の収容室がある。なるほど。それは、ああ、096も収容違反を起こしてる可能性がある以上、映像を確認することはできない。だからまあ、必然的にダリア管理官の捜索を先に行うことになるな。そこで、探索を行う人員だが、もちろん、全員でここを離れるわけにはいかないから、管理官の捜索を行うのは私含めた警備員3人に、クリアランスレベル3を持つ職員が1人必要だ。管理官が見つからなかったら、914を使用する必要があるが、914の収容室に入るにはレベル3のカードキーが必要だからな。ここにいるクリアランスレベル3を持つ職員は私とシルボ博士ですが、まあ、行くとしたら私しかないですね。ああ、そうだな。悪いが、そうしてくれると助かる。それでは、早速準備に取り掛かろう。それ以外の人は、ここの防衛を頼む。よし、博士。行けるか？はい。こちらはいつでも大丈夫です。それから、戦闘は私たちが行うが、念のため、渡しておく。ありがとうございます。よし、では宿舎棟に向かおう。全員、離れないように。気を抜くなよ、何がいるかわからない。ここだな。この先に、173がいるはずだ。瞬きをするときは、合図をするんだ。了解。わかりました。いいな。よし、行くぞ。慎重に。瞬きする。いいぞ、そのままゆっくり来い。瞬きします。開けるぞ。よし、進め。よし、もう安全だな。順調だな。先を急ごう。アルファ1、アルファ2は下の捜索を行ってくれ。こっちで1階を調べる。了解。そばを離れないように。わかりました。博士は今回の収容違反、どう思う？それはどういう意味ですか？明らかにおかしいと思わないか。まあ、そうですね、あの停電も。ああ、本来ならバックアップの電源に切り替わるはずだ。つまり、誰かが収容違反を起こすために。そうだ、つまり問題なのは、誰が引き起こしたか、ということだ。我々のうち誰かに犯人がいると？それはまだわからない。部外者かもしれないが、同時に、我々の中の誰かという可能性もある。もちろん、まだそうと決まったわけじゃないがな。考えていても仕方がない。行こう。いるとすればここ、自室が一番可能性が高いだろう。そうですね。入りましょう。荒れているな。とりあえず、キーカードだけでも見つかればいいんだ。ちょっと、これを見てください。しか。おそらくは、この先に。その可能性は大いにあり得るな。開けてみましょう。ダメですね。ロックがかかってる。そうか。何か方法は？パソコンで制御できるかもしれません。見てみましょう。開きそうだ。これでいけると思います。いいですか？ああ、頼む。わかりました。どうですか？ああ、いたぞ。ひどいな。ああ、無残にやられてるな。仕方ない。とりあえずカードキーを探すぞ。見当たりませんね。どこかに置いてるのかもしれないな。部屋の中を見てみよう。
アルファ1、アルファ2、管理官が見つかった。死亡しているがな。管理官室まで来てくれ。護衛を頼む。了解。管理官は見つかったが、キーカードは見当たらなかった。この部屋を探索するから、お前たちは外で見張っていてくれ。そちらはどうだ？これといったものはありませんね。そうか。こっちも特になしだな。特にこれといって。そうだ、確か管理官の横に。何か映っているかもしれない。誰でもいいわ。聞いてほしい。ちょっと、これ見てください。誰でもいいわ。聞いてほしい。エヴァンに気をつけて。カードキーを。奪われた。この、テイレンも、おそらく、彼の、狙いは最下層の、私はもう、長くないわ、誰か、彼を。エヴァン、嘘だろ。これを見る限りは、何が目的なんだ。今はわからないな。カードキーを持ってるのはやつか。さて、どうするか。とりあえず、応答しろ、何が起きた。向こうの階段から。そうか。アルファ2は死亡。カードキーは発見できなかった。仕方ない、一度戻るぞ。